彼に言わせると、その金を馬鹿正直に届け出るのは、愚かなことであるばかりでなく、同時に、非常に危険なことでもあるというのであった。その筋の専門の刑事たちが、約1ヶ月もかかって探し巡っても、発見されなかったこの金である。たとえこのまま我々が頂戴しておいたところで誰が疑うものか、我々にしたって、5000円よりは5万円の方がありがたいではないか。それよりも恐ろしいのは、キャッツ、紳士泥棒の復讐である。こいつが恐ろしい。景気の伸びるのを犠牲にしてまで隠しておいたこの金を、横取りされたと知ったら、あいつ、あの悪事にかけては天才と言っても良いところのあいつが、見逃しておこうはずがない。松村はむしろ泥棒を畏敬している口調であった。このまま黙っておってさえ危ういのに、これを持ち主に届けて、懸賞金をもらいなどしようものなら、すぐ松村竹の名が新聞に出る。それは、わざわざあいつに敵のありかを教えるようなものではないかというのである。だが証拠とも現在においては、俺はあいつに打ち勝ったのだ。A 君、あの天才泥棒に打ち勝ったのだ。この際、5万円も無論ありがたいが、それよりも、俺はこの勝利の快感でたまらないんだ。俺の頭はいい。証拠とも気候よりはいいということを認めてくれ。俺をこの大発見に導いてくれたものは、昨日君が俺の机の上に乗せておいた、タバコの釣り銭の2000銅貨なんだ。あの2000銅貨のちょっとした点について、君が気づかないで、俺が気づいたということはだ。そして、たった1枚の2000銅貨から、5万円という金を、君、2000の250万倍であるところの5万円という金を探し出したのは、これは何だ。証拠とも、君の頭よりは、俺の頭の方が優れているということじゃないかね。二人の多少知識的な青年が、人間のうちに生活していれば、そこに、頭の良さについての競争が行われるのは、至極当たり前のことであった。松村武史と私とは、その日頃、暇に任せて、よく議論を戦わしたものであった。夢中になって喋っているうちに、いつの間にか夜が明けてしまう様なことも珍しくなかった。そして、松村も私も、互いに譲らず、俺の方が頭がいい。ことを主張していたものである。そこで、松村がこの手柄、それはいかにも大きな手柄であった、思って、我々の頭の優劣を証拠立てようとしたわけである。わかった、わかった。威張るのは抜きにして、どうしてその金を手に入れたか、その筋道を話してみろ、回せくな。俺は、そんなことよりも、5万円の使い道について考えたいと思っているんだ。だが、君の好奇心を満たすために、ちょっと、簡単に苦心談をやるかな。しかし、それは決して私の好奇心を見つるすためばかりではなくて、むしろ彼自身の名誉心を満足させるためであったことは言うまでもない。それはともかく、彼は次の様に、いわゆる苦心談を語り出したのである。私は、それを、心安立てに、布団の中から、得意そうに動く彼の顎の辺を見上げて聞いていた。俺は、昨日くんが種を行った後で、あの2000銅貨をもて遊んでいるうちに、妙なことには、銅貨の周りに一本の筋がついているのを発見したんだ。こいつはおかしいと思って、調べていると、なんと驚いたことには、
あの銅貨が二つに割れたんだ。見たまえこれだ。彼は、机の引き出しからその2000銅貨を取り出して、ちょうど、宝2の容器を開けるように、ネジを回しながら、上下に開いた。これ、ね、中が空になっている。銅貨で作った何かの容器なんだ。なんと精巧な細工じゃないか。ちょっと見たんじゃ、普通の2000銅貨とちっとも変わりがないからね。これを見て、俺はし当たったことがあるんだ。俺はいつか、牢破りの名人が用いるという、ノコギリの話を聞いたことがある。それは、懐中時計のゼンマイに刃をつけた、商人島の帯ノコギリ見たようなものを、2枚の銅貨をすり減らして作った容器の中へ入れたもので、これさえあれば、どんな厳重な牢屋の鉄の棒でも、何なく切り破って脱折りするんだしょうだ。何でも元は外国の泥棒から伝ったものだしょうだがね。そこで、俺は、この2000銅貨も、そうした泥棒の手から、どうかして紛れ出したものだろうと想像したんだ。だが、妙なことはそればかりじゃなかった。というのは、俺の好奇心を、2000銅貨そのものよりも、もっと挑発した書の1枚の紙切りがその中から出てきたんだ。それはこれだ。それは、昨夜松村が一生懸命に研究していた、あの薄い小さな紙切りであった。その2寸四方ほどの薄用らしい日本紙には、細い字で次のように、わけのわからぬものが書きつけてあった。だ。むわたるふつ、なむわたるふつ、あだふつ、わたる、むあみだ、むだ、わたる、むみだふつ、むだ、だ。なむだふつ、みなみむぶつ、だ。むあみだ、むだ、なんふつ、みなみだ、むや、むあみだぶつ、わたる、なんあだ、むあや、みなみだふつ、南阿弥陀、あだ、南や、南無渡る仏、無阿弥陀、南無弥陀、南や、南無渡る仏、無阿弥陀、南無だ、南無あ、あだ仏、無あや、南あ、南阿仏、だ、南あだ、南無、無渡る仏、南渡る仏、あや、渡る、無弥陀仏、無だ、南無阿弥陀、あだ仏、この坊主の寝言見たようなものは、なんだと思う。俺は最初は、いたずら書きだと思った。前皮を食いた泥棒かなんかが、罪滅ぼしに南無阿弥陀仏をたくさん並べて書いたのかと思った。そして、牢破りの道具の代わりに銅貨の中へ入れておいたのじゃないかと思った。が、それにしては、南無阿弥陀仏と続けて書いてないのがおかしい。だとか、無や仏とか、ことごとく南無阿弥陀仏の6字の範囲内ではあるが、完全に書いたのは一つもない。1字切りのやつもあれば、4字5字のやつもある。俺は、こいつはただのいたずら書きではないなと感づいた。ちょうどその時、君が湯屋から帰ってきた足音がしたんだ。俺は急いで、2000銅貨とその紙片を隠した。どうして隠したというのか。俺にもはっきりわからないが、多分この秘密を独占したかったのだろう。そして全てが明らかになってから君に見せて、自慢したかったのだろう。ところが、君がはしご段を登っている間に、俺の頭に、ハッとするような素晴らしい考えがひらめいたんだ。というのは、例の紳士泥棒のことだ。5万円の紙幣をどこへ隠したのか知らないが、まさか、景気が満るまでそのままでいようとは、あいつだって考えないだろう。そこで、あいつには、あの金を保管させる書の、
手下ないしは相棒といったようなものがあるに相違ない。今仮にだ、あいつが不意の捕獲のために、5万円の隠し場所を相棒に知らせる暇がなかったとしたらどうだ。あいつとしては、未決艦にいる間に何かの方法でその仲間に通信することはないのだ。この得体の知れない紙切りが、もしもその通信文であったら、こういう項が俺の頭にひらめいたんだ。無論空想さ。だがちょっと甘い空想だからね。そこで、君に2000同化の出所についてあんな質問をしたわけだ。ところが君は、タバコ屋の娘が監獄のサイリアへ嫁いているというではないか。未決艦にいる泥棒が外部と通信しようとすれば、サイリアを媒介者にするのが最も容易だ。そして、もしその目論みが何かの都合で手違いになったとしたら、その通信はサイリアの手に残っているはずだ。それが、その家の女房によって親類の家に運ばれないと、どうして言えよう。さあ、俺は夢中になって酔った。さて、もしこの紙切りの無意味な文字が一つの暗号文であるとしたら、それを解くキーは何だろう。俺はこの部屋の中を歩き回って考えた。かなり難しい。全部拾ってみても、南無阿弥陀仏の6字と当点だけしかない。この7つの記号を持って、どういう文句が綴れるだろう。俺は暗号文については以前にちょっと研究したことがあるんだ。シャーロック、ホームズじゃないが、160種類の暗号の書き方は俺だって知っているんだ。ダンシング、メン、参照、で、俺は、俺の知っている限りの暗号記法を、一つ一つ頭に浮かべてみた。そして、この紙切れのやつに似ているのを探した。ずいぶん手間取った。確か、その時君が飯屋へ行くことを勧めたっけ。俺はそれを断って一生懸命考えた。で、とうとう少しは似た点があると思うのを二つだけ発見した。その一つは、バコン、の発明した、と、レッテア、暗号法というやつで、それは A と B とのたった二字のいろいろな組み合わせで、どんな文句でも綴ることができるのだ。例えば、フリー、という言葉を表すためには、アーバブ、アッパ、アババ、と綴るといった調子のものだ。もう一つは、チャールス一世の王朝時代に政治上の秘密文書に盛んに用いられたやつで、アルファベットの代わりに、一組の数字を用いる方法だ。例えば、松村は机の隅に四辺礼を述べて、さのようなものを書いた。A、B、C、D。1111、1112、1121、1211。つまり、A の代わりには1111を置き、B の代わりには1112を置くといった風のやり方だ。俺は、この暗号も、それらの例と同じように、いろは48字を、南無阿弥陀仏をいろいろに組み合わせて置き換えたものだろうと想像した。さて、こいつを解く方法だが、これが英語かフランス語かドイツ語なら、ボーノ、ゴルド、ブグ、ニアル様にいいお探しさえすれば役はないんだが、困ったことに、こいつは日本語に相違ないんだ。念のためにちょっと方式のディシファリングを試みてみたが、少しも解けない。俺はここで旗と行き詰まって酔った。6字の組み合わせ、6字の組み合わせ。俺はそればかり考えてまた座敷を歩き回った。俺は6字という点に何か暗示がないかと考えた。そして6つの数でできているものを、
思い出せるだけけ思い出してみた。めったやたらに六という字のつくものを並べているうちに、ふと、講談本で覚えたところの真田幸村の旗印の六連戦を思い浮かべた。そんなものが暗号に何の関係もあるはずはないのだが、どういうわけか、六連戦、と、口の中でつぶやいた。するとだ。インスピレーションの様に、俺の記憶から飛び出したものがある。それは、六連戦をそのまま縮小したような形をしている、盲人の使う展示であった。俺は思わず、うまい、と叫んだよ。だって、何しろ5万円の問題だからな。俺は展示について詳しくは知らなかったが、6つの点の組み合わせということ上下は記憶していた。そこで、早速暗魔を呼んできて伝授に預かったというわけだ。これが暗魔の教えてくれた展示の色派だ。そう言って松村は、机の引き出しから1枚の紙片を取り出した。それには、展示の50音、濁音符、半濁音符、陽音符、即音符、超音符、数字などが、図と並べて書いてあった。今、南無阿弥陀仏を、左から始めて、3字ずつに用に並べれば、この展示と同じ配列になる。南無阿弥陀仏の1字ずつが、展示のおのおのの一点に符合するわけだ。そうすれば、展示の阿波南、岩南無という具合に当てはめることができる。この調子で解けばいいのだ。そこで、これは、俺が昨夜この暗号を解いた結果だがね。一番上の洋画原文の南無阿弥陀仏を展示と同じ配列にしたもの、真ん中の洋画それに符合する展示、そして一番下の洋画、それを翻訳したものだ。こう言って、松村はまたもや状のような紙切りを取り出したのである。ご検知用使用時期堂からお持ち屋の札を受け取れ受け取り人の那覇大黒屋使用店。つまり、ご検長の正直堂から玩具の札を受け取れ、受け取り人の名は大黒屋商店というのだ。意味はよくわかる。だが、何のために玩具の紙幣なんかを受け取るのだろう。そこで、俺はまた考えさせられた。しかし、この名は割合簡単に解くことができた。そして、俺はつくづくその紳士泥棒の、頭が良くって敏捷で、なおその上に小説家のようなウィットを持っていることに感心して酔った。君、玩具の紙幣とは素敵じゃないか。俺はこう想像したんだ。そして、それが幸いにもことごとく的中したわけだがね。紳士泥棒は、万一大門パカて、盗んだ金の最も安全な隠し場所を、あらかじめ用意しておいたに相違ないんだ。さて、世の中に一番安全な隠し方は、隠さないで隠すことだ。囚人の目の前にさらしておいて、しかも誰もがそれに気づかないというような隠し方が最も安全なんだ。恐るべきあいつは、この点に気づいたんだ。と、想像するのだがね。で、玩具の紙幣という巧妙なトリックを考え出した。俺は、この正直道というのは、多分玩具の札なんかを印刷する店だと想像した。これも当たっておったがね。そこへ、あいつは大黒屋商店という名で、あらかじめ玩具の札を注文しておいたんだ。近頃、本物と寸分違わないような玩具の紙幣が、花遊会などで流行しているそうだ。それは誰かから聞いたっけ？ああ、そうだ。君がいつか話したんだ。びっくり箱だとか、本物とちっとも違わない、
泥で作った菓子や果物だとか、蛇の玩具だとか、ああしたものと同じように女の子をびっくりさせて喜ぶ水神の玩具だと言ってね。だから、あいつが本物と同じ大きさの札を注文したところで、ちっとも疑いを受けるはずはないんだ。こうしておいて、あいつは、本物の紙幣をうまく盗み出すと、多分その印刷屋へ忍び込んで、自分の注文した玩具の札とすり替えておいたんだ。そうすれば、注文主が受け取りに行くまでは、5万円という天下通用の紙幣が、玩具の札として、安全に印刷屋の物置に残っているわけだからね。これは単に俺の想像かもしれない。だが、随分可能性のある想像だ。俺はとにかく当たってみようと決心した。地図で五軒町という町を探すと、神田区内にあることが分かった。そこでいよいよ玩具の札を受け取りに行くのだが、こいつがちょっと難しい。というのは、この俺が受け取りに行ったという痕跡を少しだって残してはならないんだ。もしそれが分かろうものなら、あの恐ろしい悪人がどんな復讐をするか、思っただけけで気の弱い俺はゾッとするからね。とにかく、できるだけけ俺でないように見せなければいけない。そういうわけで、あんな変装をしたんだ。俺はあの10円で、頭の先から足の先まで身なりを変えた。これ見たまえ、これなんかちょっといいしつきだろう。そう言って、松村はそのよく揃った前歯を出してみせた。そこには、私が先ほどから気づいていたところの、一本の金歯が光っていた。彼は得意そうに、指の先でそれを外して、私の目の前へ突き出した。これは夜店で売っている、ブリキにメッキしたやつだ。ただ歯の上に関せておくたけけの代物さ。わずか20銭のブリキのかけらが大した役に立つからね。金歯というやつはひどく人の注意を引くものだ。だから、後日俺を探すやつがあるとしたら、まずこの金歯を目印にするだろうじゃないか。さてこれたけけの用意ができると、俺は今朝早く五軒町へ出かけた。一つ心配だったのは、玩具の札の代金のことだった。泥棒のやつ、きっと、転売なんかされることを恐れて、前金で支払っておいただろうとは思ったが、もしもまだだったら、証拠とも2、30円は有用だからね。あいにく我々にはそんな金の持ち合わせがない。なあに、なんとかごまかせばいいと高をくくて出かけた。案の定印刷屋は、金のことなんかは一言も言わないで、品物を渡してくれたよ。かようにして、まんまと首尾よく5万円を横取りしたわけさ。さてその使い道だ。どうだ。何か、こうはないかね。松村が、これほど興奮して、これほど雄弁に喋ったことは珍しい。私はつくづく5万円という金の威力に驚嘆した。私はその都度形容する範を避けたが、松村がこの苦心談をしている間の、嬉しそうな様というものは、全く見物であった。彼ははしたなく喜ぶ顔を見せまいとして大いに努力しておったようであるが、勤めても、腹の底からこみ上げてくる、なんとも言えぬ嬉しそうな笑顔は隠すことができなかった。話のままににやりと漏らす、その形容のしさまもない、狂気のような笑いは、私はむしろすごいと思った。しかし、昔専用の富くじに当たって発狂した貧乏人があったという話もあるのだから、
松村が5万円に狂気するのは決して無理ではなかった。私はこの喜びがいつまでも続けかしと願った。松村のためにそれを願った。だが、私には、どうすることもできぬ一つの事実があった。止めようにも止めることのできない笑いが爆発した。私は笑うんじゃないと自分自身を叱りつけたけれども、私の中の小さないたずら好きの悪魔が、そんなことにはへこたれないで私をくすぐった。私は一段と高い声で最もおかしい衝撃を見ている人のように笑った。松村はあっけに取られて、笑いこける私を見ていた。そして、ちょっと変なものにぶっつかったような顔をしていった。君、どうしたんだ？私はやっと笑いを噛み殺してそれに答えた。君の想像力は実に素晴らしい。よくこれだけ毛の大仕事をやった。俺はきっと今までの数倍も君の頭を尊敬するようになるだろう。なるほど、君の言うように。頭の良さでは叶わない。だが、君は、現実というものがそれほどロマンチックだと信じているのかい？松村は返事もしないで一種異様の表情を持って私を見つめた。言い換えれば、君は、あの紳士泥棒にそれほどのウィットがあると思うのかい？君の想像は、小説としては誠に申し分がないことを認める。けれども世の中は小説よりはもっと現実的だからね。そして、もし小説について論じるのなら、俺は少し君の注意を引きたい点がある。それは、この暗号文には、もっと外の解き方はないかということだ。君の翻訳したものを、もう一度翻訳する可能性はないかということだ。例えばだ、この文句を8字ずつ飛ばして読むというようなことはできないことだろうか。私はこう言って、松村の書いた暗号の翻訳文に左のような印をつけた。ご健聴正直堂からおもちゃの札を受け取れ受け取り人の那覇大黒屋商店。ご冗談。君、この、ご冗談、というのは何だろう。え、これが偶然だろうか。誰かのいたずらだという意味ではないだろうか。松村はぶつをも言わずに立ち上った。そして、5万円の札束だと信じきっているところの、蚊の風呂敷包みを私の前へ持ってきた。だが、この大事実をどうする？5万円という金は、小説の中からは生まれないぞ。彼の声には、果たし合いをする時のような真剣さがこもっていた。私は恐ろしくなった。そして、私のちょっとしたいたずらの、予想外に大きな効果を、後悔しないではいられなかった。俺は、君に対して誠にすまぬことをした。どうか許してくれ。君がそんなに大切にして持ってきたのは、やはり玩具の札なんだ。まあ、それを開いてよく調べてみたまえ。松村は、ちょうど闇の中で物を探るような、一種異様の手つけで、それを見て、私はますます気の毒になった。長い間かかって風呂敷包みを解いた。そこには、新聞紙で丁寧に包んだ、二つの四角な包みがあった。そのうちの一つは新聞が破れて中身が現れていた。俺は途中でこれを開いて、この目で見たんだ。松村は喉に使えたような声で言って、なおも新聞紙をすっかり取り去った。それは、いかにも真に迫った偽物であった。ちょっと見たのでは、すべての点が本物であった。けれども、よく見ると、それらの札の表面には、円という字の代わりに段という字が、
大きく印刷されてあった。20円、10円ではなくて、20段、10段であった。松村はそれを信じぬように、幾度も幾度も見直していた。そうしているうちに、彼の顔からは、あの笑いの影がすっかり消し去って酔った。そして、後には深い深い沈黙が残った。私はすまぬという心持ちでいっぱいであった。私は、私のやりすぎたいたずらについて説明したけれども、松村はそれを聞こうともしなかった。その筆いたちはただアシャのように黙り込んでいた。これで、このお話はおしまいである。けれども、読者諸君の好奇心を満たすために、私のいたずらについて、一言説明しておかねばならぬ。まさなお堂という印刷屋は、実は私の遠い親戚であった。私はある日、切羽詰まった苦し紛れに、その普段は不義理を重ねているところの親戚のことをしだした。そして、いくらでも金の都合がつけばと思って、進まぬながら久しぶりでそこを訪問した。無論このことについては松村は少しも知らなかった。借金の方は予想通り失敗であったが、その時計らずも、あの本物と少しも違わないような、その時は印刷中であった書の、玩具の札を見たのである。そしてそれが、大黒屋という長年のお得意先の注文品だということを聞いたのである。私はこの発見を、我々の毎日の和平となっていた、あの紳士泥棒の一件と結びつけて、一芝居打ってみようと、くだらぬいたずらを思いついたのであった。それは、私も松村と同様に、頭の良さについて、私の優越を示すような材料がつかみたいと、日頃から熱望していたからであった。あのぎこちない暗号文は、もちろん私の作ったものであった。しかし、私は松村の様に外国の暗号詞に通じていたわけではない。ただちょっとした思いつきに過ぎなかったのだ。タバコ屋の娘がサイリアへと継いでいるというようなことも、やはりデタラメであった。第一、そのタバコ屋に娘があるかどうかさえ怪しかった。ただ、このお芝居で、私の最も危ぶんだのは、これらのドラマチックな方面ではなくて、最も現実的なしかし全体から見ては極めて些細な、少し滑稽味を帯びた、一つの点であった。それは、私が見たところのあの玩具の札が、松村が受け取りに行くまで、配達されないで印刷屋に残っているかどうかということであった。玩具の代金については、私は少しも心配しなかった。私の親戚と大黒屋とは述べ取引であったし、その上もっといいことは、まさなお堂が極めて原始的な、ルーズな商売のやり方をしておったことで、松村は別段、大黒屋の主人の受け取り証を持参しないでも失敗するはずはなかったからである。最後に、かのトリックの出発点となった二千堂家については、私はここに詳しい説明を避けねばならぬことを遺憾に思う。もし、私がヘマなことを書いては、後日、あの品を私にくれたある人が、とんだ迷惑をこうむるかもしれないからである。読者は、私が偶然それを所持していたと思ってくださればよいのである。